千葉県立佐原白洋高等学校は、千葉県香取市佐原に所在する公立の高等学校。1910年に香取軍立高等女学校として創立され、戦後は千葉県立佐原女子高等学校となり、長らく香取地域の女子教育の伝道として、地域住民に親しまれてきたが、2003年からの、教学科、田無伊高校への移行に伴い、 現在の公明に解消された。学校名は将来的に入学する可能性がある近隣中学校を対象に一般公募で選出された。なお、白楊とはポプラのことである。公明が白楊に決定した理由は、教学科により新しいスタートを切るということで、白というイメージがふさわしいこと、教学科当時の死の木が、 オプラであったことなどによる、教学科と単位制への移行により入学志願者が急増し、2008年度には新入生の定員を1学級増やした。佐原町には1903年に設立された実業補修学校が存在していたが、1908年、町当局はこれを定員150名、修行年限3カ年の町立女学校に転換。 沢原小学校の校舎に曲がりし、小学校長が校長を兼任する形で、助原町立女学校が開校した。1909年、香取軍議会は、沢原町に、軍立高等女学校を設置すべきとする決議を、全会一致で採択。これを受けて、沢原町議会では、町立女学校の軍立遺憾が決議され、1910年に、 カトリ軍立高等女学校が設立された。創立当初は学校当局の勧誘にもかかわらず定員割れの状況が続いたが、徐々に入学希望者は増え、学年あたり一学級の定員では限度を迎えていた。1920年、佐原町より寄付された現行地に新校者が竣工し、移転している。1923年、 軍政廃止に伴い県立に移管され公明が、千葉県立佐原高等女学校に、改称、1926年の新入生より、ブレザーとジャンパースカートの制服、1930年には、校歌がそれぞれ制定された。1937年の日中戦争勃発、戦線の拡大につれて、佐原公女も、戦時体制に徐々に組み込まれ始め、 沢原駅での出生兵士見送りが頻繁になり、1939年には射撃演習や演脳、農反期の託児所、洗濯、縫製作業が授業時間を削って行われるようになった。太平洋戦争勃発の翌年には修学旅行が停止され、代わって宮城外苑整備の勤労奉仕が行われた。1944年には、 サワラ工場の校舎が山下電気の工場に転用され、生徒によるマイカコンデンサの生産が始まり、通常の教育活動は停止を余儀なくされた。廃線後の1947年に教育基本法が制定、新生高校への移行を控え、同窓会による校舎増改築の資金集めが行われ、サワラ町による探願書が作られた。当時のサワラ工場の施設では、 新生高校の設置基準に満たないと見られていたためで、ある。1948年、佐原工女は千葉県立佐原女子高等学校として新生高校に移行した。移行当初の佐原女子高校では、選択強化制、タウン位が取られ、現在の佐原白陽高校の姿を先取りしていた。この年の7月には昼間定時制が併設されている。1950年、 軍政部の勧告を受けた教育委員会は高校再編成を行い、佐原女子高校は男女教学化され、千葉県立佐原第二高等学校に改称された。この年、佐原二校は5名の男子生徒を迎えている。また、この頃には校歌、制服、交渉が改定されている。1961年、校名が千葉県立佐原女子高等学校に戻された。 この会場は、前年9月に千葉県内の2校、3校を名乗る公立高校が連名で、教育委員会にナンバー付きの公明は、学校間の序列を連想させるとする陳情を行ったことによるものである。この公明復帰により、男子入学者が1950年限りで途絶えた、あとも形式上男女共学とされてきた同校は、名実ともに女子校に戻っている。 この年の6月には1920年以来の第一校舎に代わる新本館が竣工した。1968年に第2棟、1971年に第3棟が竣工、1979年には高知の背後に控える丘を切り開いたグラウンドが完成し、現在の佐原白陽高校に至る施設の大枠が整備された。 1991年度の入学生から1950年に制定されて、以来制服として用いられてきた茶色の線のセーラー服に代わり、オリーブグリーンのセミダブルジャケットとグリーングレーワインのストライプガラスカートの新制服の導入が始まった。1994年、カトリ地区、ワラ女子高等学校教学科検討委員会が発足し、 学区内の中学生や保護者の意識調査を行うなど、佐原女子校の教学化に向けた動きが活発化する。当時、学区内の高校6校のうち2校が女子校であったことと、周辺学区、茨城県からの越境通学者の流入により、学区内男子の高校定員枠が小さくなる傾向にあったこと、また、学区内の中学生数の割合が男子は 横ばいが続いていたのに大使女子は減少傾向にあることなどの要因により地域から佐原女子校の教学化を求める声が上がっていた。1999年千葉県教育委員会から単位制導入学年定員4学級の全日制 F 通科高校とする教学化案が示され校内の準備作業が進んでいく。2001年には学区内の中学生、保護者、 一般市民を対象に新校名の募集が行われ、佐原白陽、佐ラ緑風、佐原昇進、佐原創生、佐原裕拓などの案から、翌年3月22日の県教育委員会会議で、佐原白陽が採用された。2003年4月1日、佐原女子高等学校は、千葉県立佐原白陽高等学校に、開場、6月6日に開校式が行われ、 喧嘩発の単位性教学高校として再スタートを切った。佐原校女の校歌が制定されたのは1930年のことで作曲は新次、清志、作詞は高野達之によるものであった。制定当時の校長の改装によれば東京音楽学校校長だった乗杉義俊氏に相談の上学校の資料を渡して依頼したという。 サワラ高時代の1951年に制定された効果は作曲が平井幸三郎、作詞が勝義夫によるもので、同年11月27日、作詞者を学校に招いて発表会が行われた。1953年には効果の一節、自立が校訓に加えられている。教学家と共に制定された原硬貨、道は作曲が大中音。 作詞が坂田博夫によるもので、大中が初代高歌作曲者の真似に指示したという縁から新高歌作曲を依頼したところ、大中がいとこの坂田に作詞を依頼したものである。カトリ軍立工場の起承が初めて制定されたのは、現行地に移転した1920年のことで、当初は袴の紫色の紐にトネ川の流れを示す波形の白テープを縫い付けたものだった。 1934年、新たに制定された気象の図案は、楕円形の中に利根川の流れとカトリ神宮を示す、切先形を描いたものであり、中央に皇女の文字が配されていた。当初、気象は袴の紐につけていたが、後に制服の胸につけるようになった。やがて気象の形も、楕円形から太くを表す、八タカの形に改められた上で、 新生高校以降まで用いられた。高校再編後の1950年には三代目の交渉に改められた図案は、真善、美を表す三本のペン先の間をサハラを象徴するポプラの葉で飾り、中央に高の文字が配されていた。驚愕化、公明解消と共に改められた。現交渉は、ポプラの樹形を図案化した卵型の楕円を三つ。 組み合わせることで三つの航空の調和を表し、これに、サハラ・ハクのローマ字の頭文字、SH の文字を組み合わせたものである。1911年5月21日、カトリ軍立工場に、皇太子、ヨシヒト・シが行刑した。この行刑に際し、皇朝のデザインによる後期が制定された。旗の中心に公名を染め抜き、 その上部に皇室を象徴する喫花と派の図案を配し、下部には生徒を象徴する、なでしこの図案を配したものだったが、現存していない。二代目皇嗣は1934年、起承と同時に制定され、3月に皇嗣包帯式が行われている。三代目皇嗣は1950年に制定、教学化を控えた2003年3月28日に四代目となる。 現行機が納品された。1948年、教育の機会均等の理念に基づき、サーラ女子高校においても昼間定時制の家庭科が併設されることになった。新生高校の通常家庭はこの年の4月に設置されていたが、定時制家庭の認可は6月15日、24名の新入生を迎えた入学式は7月1日にずれ込んだ。 開校当初の授業日は不定期で週3日程度であったが、翌1949年度から週4日の授業が行われるようになっている。しかし、定時制の教育体制は固まっても、入学数は伸び悩んだ。要因は、3年生の全日制に対し定時制は4年制だったこと、普通科を中心に設置した夜間定時制に比べ、農業科や、 家庭化設置校が多かった昼間定時制の不人気で、同校に限らず、廃止や普通会の転換を余儀なくされるケースが相次いだのである。定時制は1954年に募集停止となり、1957年に廃止された。2017年4月7日時点の在校生の出身中学所在地を自治体別に分類すると、以下の通りである。 主な出身中学校別の在籍数では、香取市立佐原中学校が85名と最多で、次いで、尾身川中学校の43名、東野省庁立東野省中学校の32名、神崎町立神崎中学校の28名、成田市立成田中学校と、香取市立佐原第五中学校が、各27名、成田市立西野学校と成田市立大英中学校が、 各22名、稲敷市立東中学校から21名、香取市立香取中学校が20名となっている。千葉県立沢原女子高等学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。